はい、こんばんは。僕は彦左衛門で、一緒にロシアルカップです。はい、で、まあ、英語で今までやってきたシリーズの How not to screw up in Japan って、もう日本でどじらない秘密の技っていうシリーズをやってきたんだけど、ちょっと日本語のエピソードでもちょっとしたいと思って、もう今までどっちかというと外資系の観点で日本に来て、日本のなんかちゃんと分析して成功する方法いろいろなんか言ってきたんだけど、でも一方的にロシェルさんの仕事が、例えば海外行った日本の会社 もう支援して、海外で日本の会社失敗しないような方法いろいろ教えるんで、ちょっとそれについていろいろちょっと情報聞いて、海外で成功して失敗しない方法をしたいと思います。まあ、まずですね、確かに紹介動画は英語だったので、ちょっと改めて日本語でちょっと自己紹介として、そうですね、はい、そうですね、もう会社経営してるし、なんか どのようなサービス提供してるんですか。あ、そうですね、はい、私の会社は、まあ、顧客のほとんどは日本の大企業で、海外に進出している会社ですが、異文化研修とかグローバル人材育成とか、ティングルディンコーチなど、まあ、人事の手伝いもしていますが、まあ、そういった人の面の支援をしています。つまり日本の、まあ、国際企業がその海外進出した場合に、そこでなんかそこで成功して、そこで